こんばんは。ニュースをお伝えします。ユネスコの無形文化遺産に登録されている長浜曳山祭りが今日本日を迎え、雨にも負けない熱演で子ども歌舞伎が披露されました。長浜八幡宮の祭礼である長浜曳山祭りは、長浜城主だった豊臣秀吉が男の子を授かったことを喜んで町民に砂金を振る舞い、それをもとに曳山が作られたことが由来とされています。本日の今日はあいにくの雨で、豪華絢爛な曳山には雨具がかぶせられましたが、その曳山の舞台では祭り最大の呼び物である子ども歌舞伎を7歳から13歳の男の子たちが熱演、大人顔負けのセリフ回しなど稽古の成果を堂々と披露する小さな役者たちに観客は拍手を送っていました。立派だね。やっぱ子供が演じるっていうのがこう見ててちょっと余計感激しますよね。また今年は長浜の町が開かれて450年となるのを記念して、6年ぶりに曳山13期すべてが勢ぞろいしました。祭りは明日最終日を迎えます。変わって新型コロナの感染状況です。滋賀県は今日新たに94人の感染が確認されたと発表しました。草津市の水生植物公園水の森では今、花や風景などを和紙で絵に表現した作品が展示されています。水の森のエントランスにずらりと並ぶおよそ60点の作品は和紙ちぎり絵と呼ばれるもので、手すき和紙を一枚一枚丁寧にちぎり貼り合わせて作られています。これらの作品は大津市と草津市で活動する和紙ちぎり絵サークルが手がけ、琵琶湖の景色のほか、草津市ではおなじみのハスの花などが色とりどりの和紙で繊細に表現されています。外の生のお花も綺麗だったけど、和紙で表現したお花もまた違う意味で綺麗だなっていうことを感じていただいたら嬉しく思います。この作品展はあさって17日月曜の休館日を除き、今月23日日曜まで開かれています。